Hello again, everyone. We are still playing this delightful game, and I was at a loss for what else to put as the main menu background. Iced tea. So you're now meeting a whole bunch of people from Prelude to the Fallen, and yeah, I wonder what we will see next. Well, yeah, you know who we've met so far. Let's just see what happens now. Okay, someone's waking up. That's promising. Yeah, just a little fun fact about your closest neighbors being your most likely enemies. Yeah, just a little side note on history here. You might not believe it now, but up until I think possibly late 18th century, that is 1700s, most of Scandinavia was actually at war with each other at various points. And I think Sweden was actually the bigger dicks in, well, all told. Although we had a Danish king who is known as Christian the Great in Denmark, and here in Sweden we call him Christian the Tyrant. And that should tell you a few things. I don't think I need to expand on that at this point. Just for examples of when your closest neighbor is your most likely enemy, examine Scandinavia. There's a lot of examples right there. Anyway, we keep going because we want to play this game. I have vacation. No, I am on vacation, I guess you say in English. Dishwasher working up. I'll just cut the microphone when I'm not speaking, shall I? Kamechi's
々な業務もこなす優れものの人形なんだ。ムントなんかにも、これがあれば姫様はいらないくらいですな、とか、ここまでする努力の方が大変だったでしょうに、って褒められるくらいなんだから。そりゃ、呆れてなんだ。それに、どうせなら、そんなお話より民の視点でこの国を見たいんだ。それはつまり、この都を案内しろってことか。さすがクーちゃんのお気に入り。お偉いさんとの話より民の視点で国を見たいか。一応後でオシトルに言っておいた方がいいな。そんなわけでお願い、クーちゃん呼んできて。まあいいか、どうせ案内するのは自分じゃないしな。わかった、ちょっと待っててくれ。ちょっと待って。ん？いいの？クーちゃん嫌がってたみたいだし、この間も最後は拗ねちゃったし。一応自覚あったのか。最近なんだかそっけないし、嫌われちゃったかなって。もしかしたら嫌がっているのにつきまとってるんじゃないかとか思ったりしない？あれは嫌がってるってより苦手って感じだろ。年頃になれば自分のことをよく知っている年の離れた兄や姉なんてのは誰だって苦手になるもんだよ。本当に嫌だったらあんな嬉しそうに尻尾を揺らめかせたりはしないんじゃないか。そうだよね、嫌われてなんてないよね。もっとも半べそ書いてたから嫌われる寸前ってとこか。クオン、いるか？客が来ているぞ。いないのか？クオン？入るぞ。クオン、客が来たぞ。私は出かけていて、いないから。そう伝えといて。そう言ってたって伝えればいいのか。やっぱり姉様たち。うん、その二人が来た。どうして来るかな。今日は会合があるって聞いてたのに。それがどうしてかはクオンの方がよくわかってるんじゃないか。うん。姉様たちってば、こっちの都合も考えないで。もしかしてまだ拗ねてたのか。拗ねてなんかないかな。ただちょっと苦手なだけで。この間も最後は涙目だったしな。もし嫌なのならうまいこと言って帰ってもらうがどうする？別に嫌ってじゃなくて。じゃなくて？ただちょっとだけ苦手っていうのか、過保護なんだ。過保護か。そうだよ、姉様たちは過保護なの。何をするにも口を出してくるし、この年にもなって寝る前に川屋に行かなくて大丈夫なんて普通聞いてくるかな。他にもお勉強しなきゃダメとか、危ないから遺跡の探索はダメとか。そりゃ姉様たちには感謝してるよ。本当の姉様みたいに幼い頃からずっとお世話になっているから。でもいい加減もう子供なんかじゃないんだから。つまりそれは帰ってもらうってことでいいのか。それは。帰ってもらって。私は出かけてるって言っといて。せっかく訪ねてきたってのに本当にいいのか。もういいの、いいからそう伝えてってば。わかった、クオンはそれでいいのならそう言っとくよ。ん？あの二人がいない。帰ったのか。そうなのですか、クオン
ったのけ。意外だな。クオンは何でもそつなくこなす才女という印象が強いのだが、そのような側面もあったのだな。クーちゃんは頑張り屋さんだからね。習い事とかうまくできなくてベソをかいちゃったりして、でもそれでもくじけずに頑張るところがすごく可愛いんだよ。姉様にそんな一面が。もしかして幻滅しちゃったりとかした？そんなことないのです。もっと尊敬したのです。クーちゃんの魅力を分かってるみたいだね。どうし、ああ、おかわりお願いね。同じく。あ、はい。それにしてもあのクオンがまさか夜が怖くて添い寝をせがむとはな。幼い頃は些細なものが怖かったりしますからね。そういえば姉上も幼い頃、家の大黒柱を気味悪がってましたね。あれは仕方がないのだ。何度も言うが、あの顔の形をした模様が話しかけてきたのだ。恐ろしい声で悪い子は食ってやると。本当だからな。姉上、僕は姉上を尊敬していますし信じていますが、さすがにあれが話しかけてきたりとかはないでしょう。 You know, Hoki, I bet you did that just to tease your sister. I bet it was your voice. だから本当なのだ。本当にあれが喋ったのだ。そうですか。不思議なことがあるものですね。奥義、信じてないだろう。そうだ、せっかくなんだし、とっておきのクーちゃんの大冒険の話もしてあげる。まだクーの可愛らしさの3割にも満たない。大冒険ですか？うん、題してクーちゃんのキノコ狩り。キノコ狩り？それはちょっとだけ昔のお話。クーちゃんがまだちっちゃかった頃。ちっちゃかわいかった。その頃のクーちゃんはとっても悩める乙女だったのだ。悩める？乙女？そう、当時のクーちゃんにはとっても深刻な悩みがあったのだ。へえ、あのクオンさんに深刻な悩みですか。実に興味深い。わかった。悩める乙女ってことはきっと恋煩いや。残念賞。惜しい。ちょっと違うんだな。クオンの悩みか。当時のクーちゃんはまだおねしょが治ってなかったんだ。それで悩めるクーちゃんはおねしょを治すという伝説のキノコを求めて旅に出たのだった。正確にはサマニャフスベ。おねしょによく聞く。The what now?Ah, okay, so that's what they were talking about. Of course, yeah, this was the OVA with the Japanese collector's edition of Prelude to the Fallen. And it was not actually Kuon wetting the bed, it was Aru wetting the bed for Kuon. In case, you know, maybe I'm guessing.There are people in this world who have not seen that OVA. Oh boy. But yeah. The OVA did revolve around Kuon supposedly wetting the bed, but yeah. She didn't do it. It wasn't her.程度はどうあれ、みんなそのような感じ
じでは姉上もそう思いませんか？もちろんだとも。小さい頃には誰にでもそういう失敗はあるものだな。そうです。別におかしなことでは。そうなんだけどね、翌月には帯通しを迎えるって頃までそれだとちょっと問題かなって。だからくーちゃんも深刻に悩んじゃって。追い返してって言ったのに。え、いや、その前に居座られたんだ。仕方ないだろう。姉様たち、来てたんだ。いらっしゃい。あ、くーちゃん、おかえり。くー、待ってた。今みんなでくーちゃんのお話ししてたんだ。くーの可愛さを共有。ほら、くーちゃん、こっちこっち。しかし、いいのか？何が？いや、この二人が出歩いてることがだ。こんな堂々と出歩いてるのがバレたら、いろんな意味でまずいんじゃないのか？それなら大丈夫かな。認識障害のような術で存在をごまかしているはずだよ。あれでもドゥスクラ有数の術法の使い手なんだから、そうは見えないけど。しかし、なし崩しに始まったが、どこを案内するつもりなんだ？こんなこともあろうかと、帝都の名称を厳選しておいたんだから、そこに連れてって絶対に姉様たちをギャフンと言わせてみせるかな。ギャフンね。つまり、いつ二人が来てもいいように事前に準備してたってことだろう。なんやかんや言ってどんだけ二人のことが好きなんだか。ねえくーちゃん、観光って言ってたけどどこに行くの？まずは向こうに見える奉納舞台。民の娯楽を語る上で欠かせないのがここかな。あやや、でもなんかすごい強烈で近づけない。あの、クオン様、その演目が新しくなったばかりなので、しばらくは満席が続くかと。特等席は完売、一般席も朝から行列ができていますので、今からですと。それに並んでも立ち見になって。そうなんだ。クオン、そこもう行った？え、うん、国賓として招かれて貴賓室で。ごめんね。仕方ないかな。それじゃあちょっと遠出して植物御苑に行ってみようよ。大和中の植物が集められているから、この国にどんな植物が分布しているかわかると思うから。奥には大きな温室があって、珍しい南国の植物なんかが見られるんだよ。へえ、そんなのがあったのか、知らなかったな。くーちゃん、そこも最初の頃に案内してもらったよ。うん。案内、自慢話ばっかでつまらなかった。もうちょっと詳しい生態とかそっちの方を聞かせてほしかったね。じゃあ、諸行員とかは？大代理にすごく大きな書庫があって、一般にも開放されているの。この山戸の水準を知るにはいいと思うな。あ、そこはちょっと無理かな。大代理あたりから結界が強くなってるから、認識障害の術が解けちゃう。そうなんだ。じゃあ
石像。確かにこのヤマトを知る上では欠かせない存在なんだろうが、見ても楽しい。Yeah, I've got to see him once more. That in the anime, this part of the story did not play out like this. And again, I prefer this version. But yeah, so there's your excuse to watch the anime if you so choose. You get to see a different aspect of this. And how is Haku a gentleman? Seriously.国が管理しているんだ。いわば国税の一環。何もやましいことはない。健全な遊びだ。しかも国に金を寄付してるも同然。この愛国精神は褒められてもいい。つまり負け続きってことだよね。また無駄遣いして。しかしな、その金が橋や道路になって子供たちが安心して暮らせる世の中に。へりくつ言わないの。まあ待てクオン、ハクはいいことを言った。そう、賭博は事前にもなるのだ。だから賭博を楽しむのは決して間違いでは。姉上、そういえばトスクルの方々は。え、さっきまでここに。そんなバカな。それはすごいな。
しやお二方とも手慣れているとか。初めて。でも目を見たらやる気のある子、早い子はわかる。姉様、ヤーナマウナがそれをしちゃいけないんじゃないかな。ヤーナマウナって、あの、本当に存在したのですか？Yeah, I've got to go see if there's an entry in the glossary for that, actually. Huh. Well, that would be out of it. してみるだけだ。せっかくこんな面白そうな機会、一度くらい試してみたっていいだろ。こりゃダメか。ハクの言う通りだ。悪用はいかんが、一度くらいはいいんじゃないか。仕方がないな。え、いいのか。ただし一度だけ、一度だけだから。よし、それで十分だ。あの黒プチに全額だ。うん、確かに私の賭博師としての勘が、あの黒縁のやつにかけろと囁いている。これは言われたからではない、私の直感なのだ。それでアルネ様、本当にあの黒縁の…… Okay, so, I already have some misgivings. but, we'll see.What comes of this, and whether Aruru was being entirely honest with our less than honorable protagonist and bandit queen friend. See you soon.